どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。はい、今回はですね、つい先日、活動休止を表明された西野カナさんの代表曲、トリセツをやってみようと思います。実はこの曲、かなり前にあのガズレレ YouTube でもやってるんですけど、その当時はちょっと難しくてですね、今回はもう改訂版として、もう目が覚めるように簡単版にしました。ガズレレ流の簡単版ですよ。コードは入門コード4つにします。最初の簡単バージョンは C と Am、G7、F。はぁ、びっくりでしょ。これやりましょう。はい。で、いつものように2バージョンやります。最初のバージョンは今も言ったんですけど、初心者さんができるように、なるべく簡単に落とし込んだガズレレオリジナルショートカットバージョンでやります。こっちは簡単ですからね。ただしでも歌が難しいんですよ。これラップみたいになってて。見てればわかります。なんだけれど、その歌のコツもちょっと紹介していきますからね。はい。で、後半は、ノリノリのかっこいいバージョン。いろんなこうリズムで、またさらにグルーブを高めたかっこいいバージョンやってみようと思います。最後までご覧になってください。さあ皆さん、自分が大好きな曲、憧れの曲、いつかは演奏してみたいなっていう曲を、このウクレレで演奏する。これ最高なんです。ギターとかピアノを弾き語りでやるといいと思うじゃないですか。難しいですよ。ウクレレは簡単です。弦が4本しかないし、ちっちゃいからいつでもどこでも練習できるっていうのがいいんですよね。で、音楽を諦めていた方も、ウクレレだったらできますからね。ぜひ皆さん、やってみてください。今ご覧になってるの YouTube。これ、見てるだけでどんどんできるようになります。ガズレレ YouTube でどんどんできるようになりますからね。で、ちょっとしたらここにリンク貼るんですけど、このリンク先に行って、初心者レッスンはここというページに行ってもらって、数字の順番通りにウクレレ触ってると、あら、私今弾けてんじゃないってすぐなると思いますよ。YouTube だったらいつでもどこでも、ちょっとした時間見つけてね、スマホで。無料で、どんどんね、音楽できるようになるわけですから、ぜひ皆さん始めてください。楽しいですからね。じゃあリンクあります。初心者リストのここに行ってらっしゃい。クリック、カシッ。入ってらっしゃい。そこには私が今まで撮りためた650曲ぐらいの簡単ウクレレレッスン動画がすでに上がっております。どんな曲が上がってるか、ありとあらゆる、ジャンルですね。洋楽、最新 J-POP、夏メロ、演歌、アニソン、もう何でもありますから、ぜひ皆さん大好きな曲見つけてください。さっきの初心者レッスン、ここの下の方に行くとジャンルボックスがあったりとか、ただ検索、YouTube の検索の時に曲名、スペース、ウクレレってやったらもしかしたら出てくる可能性ありますよ。いっぱいやってますから、ね。さあ、まずは、どんどんやっていきましょうか。はい、トリセツ、西野カナさん。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。1, 2, 3, 4. この度はこんな私を選んでくれてどうもありがとう。もしよこの前にこの取扱説明書をよく読んで、きっと正しく優しく扱ってね。Ah.
ラーせーの、じゃじゃん。はい、シンプル簡単バージョンやってみました。分かったと思うんですけど、演奏はシンプルですよ。コード4つをぐるぐるね、回してるだけなんで、F と C と Am と F を弾いてるだけなんですけど、歌ですよ、歌。このラップですからもうほとんど。ただこの歌の乗せるタイミングがちょっと難しい。で、今、テロップと一緒に見ていただいたと思うんですけれども、私のおすすめはですね、紙に書いて、それを見ながらもう一回歌ってみる。この時頭にも入るし、なんかすごく自分のものになるんです。その参考に私のこのノートを見ていただきます。トリセツ西野かなさん。はい。まあ、この、ほとんどこの、これを回してるだけなんです。FC、G7、Am。ちょっとたまに違ってきますけど、まあ、これでメモってもらいたいんです。ちょっとね、今日特徴があります。ここまでは普通に書いたんですけど、これ感想の3で、ここ言葉しか書いてないじゃないですか。ここはですね、全部このコード進行だからちょっと省きましたね。言葉が多くても書ききれないんで、ちょっとこのコード、丸く囲ってるコード進行でここずーっと歌ってくるっていう表現になりますけれども、まあほとんど歌詞ですよね。で、この黒い点に大注目なんですよ。はい。この歌 B は、この B のところの上に点が書いてあるでしょ。これ動画のテロップ内ではそこちょっとね、色変えときますんで、そこのタイミングでリズムがザンと入るというふうに覚えておくといいと思います。この歌 B は、こうなってますね。はい。例えば、ここら辺もね、ご使用のうのところの上に書いて、ご使用うのところで、リズムが始まる、F が始まるんですよ。ご使用おのなんで、そこからが逆算していってリズムをはめていく。これはなるべく言葉がしっかり収まるように、ラップではよく私がやり方なんですけど、なんで今回はなんかこのノートをメモるっていうよりは、歌詞の入り口をポイントを付けていくってことがいいと思うんですけど、よくわかんないんでしょ、これ一時停止してこの黒い点の位置を確認しながらやってみてください。で、コード進行はさっきも言ったんですけど、これずっと同じなんですよね。だからすごくループです、ループ。ずっと同じコード回すのをループと言いますね。で、ここがサビになります、いわゆる。これからもどうぞよろしくね。はい。ここの2行をやりまして、か?はい。で、下にここ囲ってるのは、これからやるかっこいいバージョンで解説しますけれども、一応見といてください。で、ここ伸ばすとか書いてありますけど。あとは基本的に今、シンプル簡単バージョンでこれを4つ抜きで弾いていったというやり方になっています。じゃあ、コードの解説いきますよ。コード。はい。さっきも言ったの。CAm、FG7、出たー。これは、このコードはね、ウクレレ習ったその日に覚える入門中の入門コードですからね、皆さん。わかってます？さっきここリンククリックって言った初心者リストのここで一番最初に習うコード4つのグループです。はい、これ確認しておきましょう。はい。で、これでもシンプル簡単バージョンの解説終わっちゃったんですよ。なんて言ったら、歌のリズムが一番難しいですね。はい。じゃあ、こっから、かっこいいバージョンの解説が入っていきます。かっこいいバージョン。コードがちょっとだけ足されます。ですね、まず、E7 が足されるんですけど、ここの最後の、ここの1回だけ出てくるんですよね。はい。まず E7 ってこと。あと、C、あれ書いてね。あともう一個。C-sus4 というコードが、ここに書いてありますけど、C-sus4 は、イントロで1回だけ出てくるわけです。イントロの、ここの下に丸か、これかっこいいバージョンでは下に丸。ここの C-sus4。これだけですね。じゃあちょっとお互い確認しておきましょう。まず、E7 は、E7 はね、押さえるところ、ここと、ここと、ここですね。ちょっと、こっちにピンと終わっちゃうな。ここだ。ここすればね。ここと、ここと、ここ。これが E7 です。で、G7 っていうのは、ここと、ここと、ここで、G7 の人差し指だけを上に上げるっていうイメージがいいと思いますね。これが E7。はい。あと次、C-sus4 っていうのは、C はここですよね。ここ1個足すだけです。C を押さえたままこう。これを演奏すると、C から C-sus4。C に戻る。はい、これイントロで1回だけで、 E7 は最後に1回だけ出てくる。で、このここだけちょっと解説しようかな。サビに出てくるここの下のところ、ワンブロックに4回コードが入ってくるんで、まあ、ここで1回 E7 が出てくるっていうんですけど、まあ、これに付随することで今回のこのトリセツの西野カナさんのリズムなんですけど、サビは16ビートル、ちゃんとゆったりしたやつです。はい。そこでじゃあそこのところやってみようかな。ずっと大切にしてね。このしてねに合ってる。しが G7。てが E7。ねが Am です。してね。永久。こういう風になりますから。一回だけ出てくる。これだけ覚えておいてください。そしてまあさっきのリズムの話に戻るんですけど、サビのこれからもどうぞよろしくでは16ビートのチャですね。16ビートの。これは、こういうやつです。
旅です。で、前半戦は伸ばしていきます。この旅をこんな私を選んでくれて、こうやって伸ばしていって、途中でガズベジオになります。てんてんとんぱんとんぱん。で、ガズベジオで感想を弾いてから、歌の中では、8ビートのルンルンビート。わかりますか？シャッフルのビートです。こんな感じです。でれんでで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 んでんでんやるビートなんですよ。これシャッフルっていうのはね、チャッカ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 って跳ねてます。普通のリズムはパッパッあパッパッパッパでしょ。シャッフルのリズムっていうのはパッパ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 こうタッカタッカタッカと跳ねてるんです。跳ねてるリズムをうまくやる秘訣がありまして、ルンルン気分でやる。このルンルン気分でやらないとなかなか気持ちよく跳ねられないんで、もう本当にねルンルンやってくださいからね。ルン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 体を動かすのおすすめですからね。なので整理します。ガズペジオと8ビートのルンルンビート。最後は16ビートのチャ、サビで。そんな風に三段仕込みでいきたいと思いますね。はい。で、やっぱり歌詞、ね、言葉の乗せ方とこのリズムのビートがカッとこう、リンクされた時にすごくかっこよさが増すと思いますね。そういうグルーヴを、まあ、体験してもらいたいんですけど、まあ、これ、案外ね、コードは4つなんだけど、難しいですよ。このリズムのこの掛け合いというかがですね。そこのところ面白がっていただいて、やってみましょう。それでは、西野からさん取り捨てず、かっこいいバージョン、やってみる!1、2、3、4。この度のこんな私を選んでくれてどうもありがとう。ご使用の前にこの取扱説明書をよく読んで、ずっと正しく、優しく、預かっていても盛り付き返品交換は受け付けません。ご了承ください。急に不機嫌になることがあります。訳を聞いても答えないくせにほっとくと怒ります。いつもごめんね。こういうバージョンやってみました。どうですか？言葉にも口が回らないぐらいちょっとあれですよ。なんですけど、曲のテンポとしては忙しくないんで、リズムはゆったりとしながらも口だけもこうラップみたいなもんなんでございますけど、やっぱ言葉のリズムが難しい。あと A メロのズンダンズ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 ダン、この後ろにアクセントが来るルンルンビートスタイルですかね。8ビートとルンルンビートが混ざったスタイル。このルンルンビートっぽくこのやるときちょっとカントリーっぽいっていうか、そういうニュアンスが出ると思うんで、まあ、この辺が曲この取説のポイントだと思うんですけど、まずでもね、本当この歌をただ歌うってだけで、これかなりレベル高いと思うんですけど、まあ、楽しみながらね、やってみてください。はい。楽しく音楽やりましょう。はい、それではご案内、どうぞ。ガズレレホームページ、ドーンご覧になってください。ガズレレホームページを見てくれたら、いろんな情報が出てますよ。はい。ホームページのリンクはここに貼っておきますからね、見てください。必見。はい。じゃあ、ザザッと駆け足で、インフォメーションさせていただきます。まずですね、ガズさん、CD 出しております。これです。レッツゴー最高という CD。これ本に見えるでしょ？でも CD なんですよ。2枚。CD2 枚組。はい。2枚ついてるでしょ。こっちはレッスン CD。こっちは、ちゃんとした作品としての CD。これが弾けるようになるためにこっちでレッスンしてねっていう風にいろんなからくりがあります。で、これレッツゴー最高というアルバムで出てますんでね。はい。で、これがですね、今年のテーマになって、これ
はですね、なんていうのかな、みんなで歌うための曲という感じで簡単なんで、ぜひ皆さんこれ手に取って、で、この今の CD の曲全部 YouTube でもうすでに無料公開して、全部音源も公開してるんですけど、それを見て練習ってイベントに来てくださいというのがある。じゃあ CD のこと全部ここにリンク貼っておきます。CD 関係見てくださいね。で、この CD、イベント、レッツゴー最高のイベント、タワーレコード新宿店で、インストアガズレレイベントをやります。皆さんウクレレ持って1月17日の19時新宿フラックスタワーレコードで来てくださいね。待ってます。入場無料です。はい、よろしくお願いします。でですね、これを引っ提げてどんどんツアーを回るんですけど、1月19日大阪花博記念ホール、翌日1月20日名古屋スーパードライやります。その時はですね、この見てください、このガズレレ歌のシリーズボリューム1だけど、ボリューム5のこちらの方の先行発売にもなってますからね。そのこのボリューム5は今 Amazon で予約を受付開始してまして、1月23日発売なんですけども、予約の段階で J-POP ラン Amazon でベストセラー1位となりました。ありがとうございます。皆さん本当に大感謝。ボリューム5もいい曲いっぱい入ってますからね。皆さんもこれは間違いないやつですからね、ゲットしてください。はい、で、イベントの方もバーッと続きます。はい、広島、博多、その後もどんどん続きますからね。皆さんフォローしといてくださいね。よろしくお願いします。あとですね、カズさん他にいろんな本を出してるんですよ。主婦の友社からいい本、リットミュージックから教則本を出してまして、まあこれみんないい本ですね。ぜひチェックしてください。本などのこともホームページに書いてあるんで、ぜひ見てくださいね。そして今年の9月1日これ忘れないでね、日比谷の野音でガズレレやりますけど、皆さんステージ立てます。練習してどんどん練習してグループでやってください。詳細近日公開待ってますよ。よろしくお願いします。さあ、それでは音楽で楽しい人生どんどんやっていきましょう。で、弾ける人は教えてあげてください。ちょっと教えて、あとガズさんのガズレレ YouTube 見てるんで、それでどん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 ね楽しい仲間が増えますので、ぜひご協力お願いします。そういうわけで音楽で楽しい人生やっちゃいましょう。ありがとうございました。さよなら、バイバイ、チャオー。